医師になってよかったことは、やっぱりズバリ人のためになること、あと人から頼りにされること、その2つですね。例えば僕は耳鼻咽喉科ですから、鼻水、鼻詰まりとか、喉痛いとか、ね、咳出る、熱出る、あと耳痛いとか、声が悪い方なんかが、まあ、そういった方が元気になってくださる姿を見ると、まあ、人のためになってるなと思って医者になってよかったなというふうに思います。あとまあそういう形でね、患者さんの人生に少しでも関われるというのは非常によかったかなというふうに思います。あとまあ患者さんを通して地域の人々に、地域の人々の健康に、さらには社会に貢献できることというのが、まあ、医者になってよかったことかなというふうに思っています。以上です。